ちゃん、外の様子はどうですか？今日ちょっと曇ったり、ちょっとだけ日が差したりっていう感じだね。はい、ちゃんくん。ちゃんくん。落ち着きました。じゃんくん、じゃんちゃん長いね。はい、じゃんくん。スパッとするね。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。これからお昼には生配信で歌います。そして夜になったら生配信じゃないけど、生配信しながらオープンマイクで歌います。オープンマイク屋さんでその後のオープンマイク屋さんもう一軒あるんだけど、そっちもやってるっていうのは一応気になっていてですね、前回1ヶ月前に行った時には黒屋さんが来てくれたのでオープンマイクらしくなってよかったですって言われました。まあ、単なる宴会の状態だったに近かったようなんですが、そう言われるとちょっと心配だなと思ってですね、ちょっと遅い時間に顔だけ出すかっていう感じなんですが、まあちょっと考えましょう。そして喉の調子なんですけれども、先週の金土日で酷使してみたところ、なんとか乗り切ったので、酷使が今、国士がの、こうが裏返ってるけど、国士が、効力を発揮しているかな。結局はトレーニング不足ってことかな。マイケル・ジャクソンとかスティービー・ワンダーを練習してないもんね。昔は河原で変な規制を上げながら歌ってたもんなんだけど、最近ああいう難しいというか、こう幅の、上下の幅の広いやつって歌ってないんだよね。楽してるってことかかもしれないということなので、ジャン君にとっては関係なかったね。今もうよそ見しちゃったもんねジャン君。ジャン君はカメラを向けるとよそを見ます。これを見てたかな。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん。では今日も始まり。生配信が今終了したところです。歌いまくりました。喉は調子がガラガラしていますが、それを気にせず、歌いまくるという方式に出ています。はい、ジャン君、終わったんです。終わったから出てくるでしょ、きっと。寝ています。さあ、これが終わったら今度は夜、オープンマイクに行くよ。喉酷使するよ。もう出ないかも。はい。はい。ポンちゃん。甘えモードのポンちゃん。ポンちゃん。はい。できたな。ポンちゃん、いい子やね。ポンちゃん、ポンポンちゃん。歌終わりましたので流させていただきます。
帰り。ジャン君とこ行きたいな。はい。いいよ。ジャン君こっちいるよ。ポンちゃん。はい、開けてあげよう。はい、どうぞ。ここでいいの？ここは人間に挟まれるとこですよ。なぜ、いいんですか？なぜ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 してほしいんだよね、ポンちゃん。ポンちゃん、なぜなぜされたい気分でしょう。にゃん、ポンちゃん、やるよ。うん、そうだね。うん、そうだね。しかしか。はい。いいかね、ポンポン。お利口さん。うん、子だよ、子だよ。めっちゃいいかね。しかしか。あっちもも。ちゅママ、ちゅママ。ハッピーハッピー。ハッピーハッピー。逃げないね。お利口さんだね、ぼんちゃん。逃げへんね。うん、いい子だよ。うん、いい子だ、いい子だ。はいはい。はいはい。気持ちいいのかな。ちょっと気が溜まってきた。うん、ポンちゃん、ポンちゃん。時はゆっくりバドラム、冷蔵庫の音が直した方がいいと思う。ジャン君、
はい、なりたい。はい。はい、いいよ。はい。くんくんくん。あ、くっくっくっ。はい。ポンちゃん。ポンちゃん、後ろにいるわね。はい。ポンちゃん。ポンちゃん、ただいま。呼んだけどこっち向いてくれない。ポンちゃん、ポンちゃん、うん、お留守番ご苦労様でした。拗ねてる。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ポンちゃん、これは、はい、ということでいただきものです。お土産いただいたで、濃密焼き芋。あ、美味しそうだね。すごいじゃん、蜜のやつね、うん、そしてそしてこれは十字架が書いてあるよ。あ、これはなんか裏見たらクッキーって書いてあったよ。クッキーって書いてあります。クッキーだそうです。後で開けた後だったら ね、うん、ね。そしてピュアクリスタル、お皿にポン、うん、カブ、尿路の、ああ、ね、健康維持 に、 あ、ポンちゃんに大切な猫ちゃんのために、へー、尿路結石の何かに、あのお水に、うん、あのこのセラミックを入れておくと、ほう、あのいいよっていうやつで、なるほど、なんか前カルシウムとかが取れんのね、うん、なんか多分いい感じになるんだと思うんですけど、我が家のこの地域的には少し、カルシウムのパーセントが高いんだそうですね。地下水が何十パーセントか入っている、ね、水道水なので、うん、結石になりやすいかもっていうことなので、この人ですね、この人に、あと男の人、これですね、それとこの人です、うん、この人も、お腹に何か石が3つぐらいあるっていうことが分かっています。よく歩かないと引っかかって痛いんですよ、ね、そう、そのねやつね、私も何かで見て、うん、その、お皿にポンって入れるやつ、はい、まだこっちの話題ね、そうそうそう、それをね、はい、買おうかなって思ってたところだったんだけど、ありがとう、そうなの、なんで買おうと思ってたのに分かったのっていうやつ、ね、すごいよね。そして国産の柚子とレモンのポン酢かな、なんだっけこれ、霜ふさじゃなくてなんだっけ、霜ふさ、ポン酢醤油、醤油なのね、これ飲めないのね、うんうん、飲むものじゃない、多分ほら、はい、ポン酢みたいにさ、お酢、これは飲むものです。暴走サイダー、暴走サイダー、おいしい、すごい速く走るんじゃないけどね。ビワ風味。え、ビワだって珍しい。はい、そして猫カップ。なんでしょう、猫カップは。味違うんだ。ぶら下がり猫クッキー。ああ、カップにこうやって。うん。なるほど。うんうん。それと味が違うのは。ビワだったこれ。ビワとおみかんかな。梨風味って書いてあるよ。こっちビワって書いてあるよ。梨じゃない。こっち梨？お、本当だ、梨って書いてある。はい。面白い。柚子あさり。なんかうまそう。美味しそう。明太子入りって書いてあるよ。なんてこと。そしてご飯が進んじゃうよ。濡れせんべい。濡れせんべいは老人にいいよ。あ、濡れせんべいは。そしてキュウスケ。調子だよ、調子。国産米 100% 使用キュウスケ。そしてこれが多分アップルパイじゃないかと、はい、アップルパイ、アップルパイ、これ食ってね、え、食って寝るんですか。あ、なんか、はい、私の理想としている、はい、アップルパイかもしれません。そんなです、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます、ここ、これでいいですか、うん、これでいいですか、はい、はい、
どうもありがとうございます。いただきます。ポンちゃんチェック、ポンちゃんチェック、ポンちゃんチェックはいいんですけど、ポンちゃん、あの焼き芋の上にがっつり乗ってますけど、焼き芋潰れちゃってるかもしれませんよ、ポンちゃん。メリメリメリとともさせながら、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ポンちゃんチェック嬉しいけど、違う、クッキー出ました、クッキーポンちゃんはどうしてもこの上から抜こうとしません。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、このお芋はきっちり包装されているので、うん、開けると食べなきゃいけなくなるので、うん、開けません、ポンちゃん。ポンちゃん乗ってくれてありがとう。多分開けたらぺっちゃんこになってるとは思いますが、残念ですよ、ポンちゃん。気持ちいいの、はい、柔らかいもんね、ぷにゃぷにゃね。このようなクッキーでした。美味しそうです。なんかかわいいね。